はい、ねえ、筋肉マン考察改め田中の減らず口第200回ですね。第200回、切りのいい数字ですけど、別に、特別企画とかそんなはないです。例によって前回の動画にお寄せいただいた、コメントの紹介させていただきます。まず最初は、過去のぞむさんですね、いつもありがとうございます。コメントは原作通りのシーンは今のところ少ないかな、再放送はしてほしいね。これはアニメの新作の筋肉マン のコメントだと思いますね。どうなんですかね。原作に ない、ね、要素を少しずつ取り入れていくというのもですね、それがまあね、こうプラスの作用になればね、いいと思いますね。ジョジョの奇妙な冒険もですね、あれ意外とですね、アニメになった時ですね、意外とですね、原作通りで作っているように見えて、意外とねアレンジしてありましたから、そのアレンジ具合でね、こうね、ね、いい感じになってるアニメもありますのでね、今後も期待ですね。筋肉マンの新作アニメですけど、第2話をね昨日見たんですけど、あの調子で進んでいくとですね、やっぱりですね、ものすごい長期間のアニメになると思うんですよね。それとですね、今回からオープニングとエンディングがね、こうしっかりとねつくようになったんですけど、エンディング結構ねいいですね、あの映像、漫画の原作の筋肉マン の絵をバーンと出して、でそれでちょっとこう名場面をこうピックアップしていく、していくみたいなやつね。一番ね笑ったのがですね、7人の悪魔超人が登場するシーンがバーンと出て、それがこう色付きのね透明になるんですけど、ちゃんとですね、7人の悪魔超人が初登場時のプリプリマンとかが並んでいる時のですね、映像がバーンと並んで、その後でプリプリマンとかが他の超人に変わるみたいなね、粋な演出がありましたね。あのエンディングで、ね、結構ね絵が切り替わっていくのが早いんでですね、本当ね何回も見ないとですね、どんな絵がね流れているのか把握しきれないところがありますのでね、筋肉マンアニメ今後も楽しみです。はい、じゃあ次のコメントです。次のコメントは、石木丸さんですね、いつもありがとうございます。自分も含めテンパると本来の実力は発揮できない、なんかネメシスはオリジン編の落ち着きはないですね。今のところネメシスの必殺技バトルシップシンクやマッスルスパーク、そして自滅するかもしれないアガロンとスパークが出てない、これを破られたらネメシスも終了でしょう。 笑い ね、どうなんですかね、ネメシスまだ引き出しがまだねありますので、プロレスはもうね自分のねいつも決めてるフィニッシュフォールドを全部使い切ったらもうおしまいだというところを来てますので、まだあれなんですかね。でもね、先週も言ってましたけど、ファナティックとね、ネメシスの試合戦いってもう結構な回数重ねてますので、そろそろね決着つけなきゃいけない時期まで来てると思うんですけどね、ね、どうなんですかね、本当に本当にコメントの続きです。でもまたマグネットパワーで防御は萎えます。
コメントをして思ったのですが、この書き込みって文字数制限ってあるんでしょうか。私が調子に乗って原稿用紙何百枚と書き込んでも反映されるのかな。それを1時間ぐらいかけて読んでいる田中さんを想像してしまいました。笑い、コメント欄のですね、コメント欄にこれ なんでたまにね、こうちゃんと表示されないのかというのがですね、未だによくわからないんですよね。ね、今週はですね、皆さんですね、こうコメントをサルベージすることなくですね、ちゃんと表示されてますので、よくわからんですね。YouTube の仕様がですね、今一つわからないです。未だにわからないです。本当に申し訳ないです。はい。じゃあ次のコメントです。次のコメントは、画面を昭和に戻す会さんです。ね。あ、火が出ました。すいません。すいませんね、今、今日はね、体調があんましね、こう、かんばしくなくてですね。やっぱ、暑いというのもあるんですけど、暑いから、なんかね、ついついね、冷たいものをね、氷水をいっぱい飲んでしまったりとかですね、してですね、ね、今日はちょっと胃腸の調子が悪いんですよ。ね、今日はというか最近がですね、単に、こうね、飲みすぎだと思うんですよ。飲みすぎと、冷たいものを食べすぎてるだけだと思うんですよ。ね。はい、コメントの方です。いつも自分の拙いコメントを読んでくださり、ありがとうございます。田中総帥がゆで先生のマイナス意見をおっしゃっているのは、ほとんどカッパのカータン氏の意見が気にしているものなので生かし方ないと思いますいやどうなんですかね確かにですね、カッパのカータンさんのコメントってね、ここ最近はネメシスの試合の進め方が良くないとね、っていうか、ゆで先生はプロレスを分かっているのかというね、こうね、非常に厳しいコメントがあるんですけど、いや、これ、でも確かにガンバのカーダーさんもそうおっしゃってるんですけど、私もね、そう思います。本当に、カッパのカーダーさんの意見は、もうね、もっともだと思うんですよ。ね、私も、ね、この動画で筋肉マンファンなのに作者をディスってしまうというですねことをやってますね。ディスってるというよりもですね、もっとプロレスやってくれよってね、頼むゆで先生っていう感じですね。懇願してるんですよというわけでね、コメント続きです。もし万が一ゆで先生が何だとと怒られても、私は彼のコメントに、真摯に対応したに過ぎないと、やんわりカッパのカータン氏の責任だと主張すれば、矛先は田中総帥から外れると思います。かっこ笑いね、いや、ね、ゆで先生がこの動画を見てるとは思えないですねだって田中の減らず口ってですね、この動画ってはっきり言ってしまえばですね、再生数がめっちゃ少ないですからね。ここ最近ですね、久々にね、100回超え再生数100回超えとかありますけど、まあ、キン肉マンのねアニメに合わせて100回超えになったと思うんですけど、だいたい100回あるかないかですよ。その100回再生している中でゆで卵先生が含まれてるとはね、到底思えないんですよね。ね、まあね、このね、筋肉マン考察を改め田中の減らず口はですね、別に再生数少なくてもあんまり気にならないんですよね。あるいはまあもちろんですね、再生数多い方がいいなと思うんですけど、正直ですね、この動画なんですかね、こう敷居が高いんじゃないんですかね敷居が高いっていうより、なんすかね、敷居が高いんじゃなくて、
あのなんか秘密クラブみたいになってるんですよもう秘密の隠れ家ね、秘密の隠れ家だけど名店じゃないとね、よくあのテレビのグルメ番組に出てくる隠れ家的名店でも大繁盛みたいな店がありますけど、うちはですね本当に隠れ家になってしまっていてですね、繁盛もしてないというですね、ねところだと思います。まあテレビ電話みたいなもんですよね、近況報告たまにね近況報告とかしてますんでね、まあそういうことです。はい、コメントの続きですね、映画フォールは、映画紹介をする YouTube 動画でさらっと見ましたが、それだけでも臨場感が十分伝わりましたので、映画の大スクリーンで見たら それはもう大変なショックを受けるだろうなと思いますねこれね、映画ホールね、おすすめです。ですね、昨日ですね、デッドプール&ウルヴァリン見てきましたね。いや別にね、大丈夫です、ネタバレの話とかしませんのでね。まあYouTube の動画でデッドプール&ウルヴァリンね上映された日にですね、もうネタバレ動画とかやってるね、ところがあって、なんで危険なことやってんだと思いましたけどね。で、デッドプール&ウルヴァリンって、週末の上映じゃなくって、先週の水曜日ぐらいにですね、土平日にね、上映が始まりましたから、俺は、水曜日に上映始まっても、見に行くのは土曜日なんだと、ね。その間、YouTube ね、うっかりですね、見てしまってネタバレとかやだなとか思いましたけどね、まだ見にこれから見に行こうと思う人でネタバレが嫌な人はね、本当に気をつけた方がいいと思います。そういう解説動画とかね、こうね、映画の感想ですけど、もう最高でしたねもう本当に何というかですね、久しぶりに面白いマーベル映画を見たとね。まあデッドプール&ウルヴァリンの前に面白かったマーベル映画といえばですね、スパイダーマンノーウェイホームですかね、マーベル版スタッフスパイダーマンの3作目ね、それ以来だったと思いますね。今回はもう本当に面白かったですね。もうね、バカ映画でしたっていうか、まあ、デッドプール自体がですね、1作目も2作目もバカ映画なんですけど、3作目もちゃんとバカ映画でした。で、本当にギャグが切れまくってましたね。ね、日本のね、ギャグ映画を撮ってる人はもうちょっとデッドプールを見習いとね。このギャグのかまし方とかですね、本当にね、ちゃんと見ろとね。最近のね、つまらないお笑い芸人もね、デッドプールを見習えとね、本当にね、つまらない上芸人もね、私見ていてイライラするんですよ私はですね、もう本当に普段はそう感情的にはならないんですけど、テレビでね、面白くない芸人が出てきてね、得意げに出てくると、こいつ面白くないくせになんでテレビ出てるんだとね思いますね。まだね、ゴールデン全国ネットのゴールデンタイムに出てる芸人はまあ面白くない人ねいますけどね、よく坂上忍がやってるね、何でしたっけ、なんか日曜日とかにやってる番組ありますけど、日曜日のね、なんか7時か8時ぐらいからやってる番組に、なんかね、なんか末広がりっていう、なんか鼓を持った人がですね、食レポとかするんですけど、これがなんかもうね、ちっとも面白くないんですけど、まだマシな方だと。ね、これが関西ローカルの、芸人が出てくる食レポとか街ブラの番組になると、もう一気にねひどくなるとね。でさらにねひどいのになると、ひどいのって低レベルのやつはですね、
BS 吉本っていうですね、あの BS 長い吉本のチャンネルがあるんですけど、あれの街ブラとかグルメ紹介番組はもう壊滅的にやばいです、もう本当に。そしてさらに底辺があるんですよ。それは各都道府県でもあると思うんですけど、あのケーブルテレビね、滋賀県にケーブルテレビあるんですけど、それね、にそれの街ブラグルメ番組もあるんですけど、あのそれも吉本の芸人使ってるんですよ。もうそれはですね、もう吉本の芸人でも最底辺ではないんですよ。最底辺の芸人はテレビにすら出れませんからね。っていうか、あのもう確実にお笑いだけでは食っていけない、人をですね、まあプロレスで言えばですね、ドインディーレスラーみたいなもんですよ、ね、なんとかテレビに出れてる吉本芸人でさえですね、芸人なのにクソつまらん。どうなってるんだとね、本当にあのちょっとお笑いの才能ないやろお前みたいな人が出てますんでね、本当にね、世の中狂ってると思います。はい、じゃあ次のコメントです。次のコメントはカッパのカータンさんです、ね、いつもありがとうございます。カッパのカータンさんのコメントです。おいおい、ネメシスさんよ、お前強力な技や力全ての全力で受け止めなんて言ってるが、先週ロビン戦法ナンバー6とか言ってファナティックの攻撃から逃げ回っていたじゃねえか。それにファナティックさんよ、マグネットパワーは不必要と言ってる同じコマで防御には使っていましたがって、どんな言い訳だよ。それを必殺技っぽく出したファナティックあのビリーバーロックだけど、2人分の体重を左足1本でバランスを保てるわけねえだろうが、筋肉マンが第1巻でパンダマンに決めた筋肉スペシャルと同じくらい無茶苦茶だぞ。書いてあるね、ネメシスさんが、技を全て受け止めるとね、プロレスラーらしいことを言ってましたけどね、その前の週でロビン戦法って言って、技から逃げまくるとね、中村慎介じゃないんですから、ちゃんと技を受けようねとね、そうしないと大変なことになるとね、普段から技を相手の技を受ける習慣をつけておかないと、中村慎介みたいに 1.4 東京ドームという晴れ舞台で桜庭和志との試合の時に桜庭和志の技を、避けようとして、なんかスライディングキックをローキックをなんかハイキックをかましいたんですかね、それをスライディングで避けようとして後頭部を強打するというですね。放送事故級のことをやってましたからね、技はちゃんと受けるべきだとね、なんすかね、こう特にね、ネメシスね、こう試合にブレがあると、ね、なんかおかしいとね、まあね、迷走しているんですよね。まあ、瞑想しているといえばですね、新日本プロレスがですね、今ちょっとやばいことになってるんですよ。ね、私、前回か前々回の動画でですね、G1 クライマックスが今始まったと。ね、で、それで、今回の G1 は海野翔太っていうですね、若手の選手がいるから、おそらく彼が、東郷三銃士の、かつての東郷三銃士の、長野正弘が G1 で優勝したみたいに、海野翔太が持ち上げられて、ね、彼が優勝してこうね、若手の台頭みたいなことをやるんじゃないのかって言ってたらですね、本当にそれやってるんですよ、あの新日本プロレス。でしかもですね、ちゃんと説得力のあるですね、試合をしてですね、で相手をぶちまかしてですね、海野翔太がですね、勝利すればいいんですけど、
あのね、なんかですね、誰でしたっけ、あの高木慎吾っていうですね、元ドラゴンゲートの選手がいてですね、でまあまあのベテランで人気のある選手なんですけど、で高木慎吾と海野翔太が試合をして G1 で戦って、ね、まあ才能のある海野でも、ね、高木慎吾超えはまだ無理だろうというみんなが思っていたのに、ね、海野翔太は勝ってしまったと。しかも勝ち方がね、なってないと、ね、高木慎吾が試合を作っていたと、ね、不安からそんなことまで言われてるんですよ。新日本プロレスの、ね、不安 の、 YouTube があるないくつかあるんですけど、それ見てるとですね、不安が納得いかない勝利を高木じゃない、海野翔太がやっていると、まあ、会社の命令だと思うんですけど、でしかも海野翔太はコンディションが悪いと、ね、なんか調子が良くないと、で体もなんかダブついてるとダメじゃないかそれじゃと若さがないじゃないかとね、いうことと、あと内藤哲也、ね、内藤哲也が、ね、今 IWGP のベルトを持ってるんですけど、 IWGP のベルトを持ったまま G1 にも参戦してるんですけど、膝と目が悪すぎて体がボロボロで、もうフィニッシュホールドを決めて、一応試合には勝ったらしいんですけど、でこの勝った試合もフィニッシュホールドを何回もやり直したり、相手の選手がフィニッシュホールドを決めやすいように内藤哲也にはいこの体勢で投げてくださいねみたいな感じでやったりというのが客にバレバレで、ひどい試合だったと。今新日本やばしと、ね、言われてます、ね、こうね、まあ、岡田和親と誰でしたっけ、オスプレイでしたっけ、まあね、いろいろこう選手がね、まあ、アメリカの方に抜けていってしまってですね、ね、今もうね、こう新日本プロレスね、2000年代の、ね、2002年とか2003年とか2004年とか2005年ぐらいの時の暗黒時代再びなのかとね、今言われてます、ね、まあ、棚橋が社長というのもですね、もうどうかと思うんですけど、ちゃんとやれよってね、ね、筋肉マンも、ね、ちゃんとやれよとね思います、ね、ちゃんとプロレスしようよってね、新日本プロレスもちゃんとプロレスしようよとね思う今日この頃です。はい、というわけでね、コメントの方は以上です。それでは、番組の後半はね、筋肉マンの最新回について、感想考察予想等を述べていきたいと思います。はいね、7月の29日、月曜日ね、時間は19時45分です、ね、今日は、ね、18時15分まで残業をしていました。というわけでね、読みましたよ、筋肉マンの最新話第460話、美しき悲鳴の行く末の巻、ね、ね、やっとね、ネメシスとファナティックの戦いが終わりそうな感じになってきましたよね。ね、ここまでね、ね、まあ、ずっとですね、押され続けていたというか、何をやってもね、ファナティックに技が通じなかった、ね、ネメシスが、ね、ついにあれですよね、カジバのクソ力が発動するというですね、そういえばそれがあったとね、すっかりですね、そのことをですね、見落としましたよね。ね、カジマのクソ力が発動して、ね、なんかね、額の文字がですね、変わって、で、こうね、なんかね、行くぞーみたいな感じなんですけど、でもなんかですね、ネメシスが、気になること言っててですね、なんか常に、沈着冷静でいるのがパーフェクト超人の理想形、
これまで筋肉族を捨てて以来俺は常にそうあり続けてきたとか言ってるけどいや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 、ネメシスは今回のですね、ファナティックの戦いにおいてはですね、全然ね、沈着、冷静沈着でも何でもなくって、めちゃめちゃ感情的になったじゃないですか。ね。ね。で、それに感情的になってるのに、輪をかけて、カジマのクソ力が発動して、ぶち切れるというですね、もう全然、ずっと感情的やんけ、みたいなことをですね、今回ね、思いました。ね。ただですね、これ面白くなってきましたよね、筋肉は。ね、ここでですね、ネメシスが切り返してね、大逆襲を始めるというのはですね、ね、なんかワクワクしてきましたよ。ね、ツイッターを見ていたらですね、面白いね、考察があってですね、ファナティックの正体なんですけど、やっぱ実はこいつ、本当はやっぱサイコマンじゃないのかと。ね、サイコマンが、ね、名前を変えて、ね、で時の神の、部下になったふりをして、ね、一芝居打っているんだと。ね、となぜこんなことをやってるのかというと、ね、こうマグネットパワーの危険さを、ね、改めてこう、ね、教えるためとかですね、みんなに教えるためとかですね、あと、まあね、ネメシスを覚醒させるためにね、わざと悪党のふりをしていると、ね、その方が、ね、合点がいくと、ね、その方が、ね、実はファナティックはサイコマンだったにすれば、このサイコマンのこのね、ちょっとね、こうね、得意なキャラクターがですね、生かされるんじゃないのかっていうことがね、今日の、ふと見たツイッターに書かれてました。いや、これなかなかいい考察だと思いますよ。ね。何偉そうなこと言ってんだとね、言われそうですけど、これね、素晴らしいね、ツイッターの考察だと思います。ね、というわけです。というわけでね、今週はこれでお開きにしたいと思います。ね、皆さん の感想、予想、ね、いろいろお待ちしておりますのでよろしくお願いします。 あとですね、今週の土曜日ですけど、配信動画を配信予定なんですけど、映画制作一人でできるものをですね、配信いたします、ね、ちょっとですね、こうね、映画制作一人でできるもんね、ちょっと何回かお休みしていたんですけど、映画制作一人でできるもんと、52歳、うつ病、派遣のおっさんの動画は毎週、更新するんじゃなくって、まあ、不定期でやろうということでね、思ってまして、で今回ですね、土曜日にね、また映画制作一人でできるもんやりますね。というのもですね、 YouTube でですね、自分のチャンネルで、自分のチャンネル5年ぐらい前に始めた頃は、自主制作映画をですね、割とですね、YouTube 用に作ったものとかをですね、アップロードして公開していたんですけど、ここ最近めっきりそれをしてなくてですね、ね、これをね、またやり出すぞとね、いうことをですね、詳細を、今週の土曜日の映画制作一人でできるもんで、いろいろお話ししていきたいと思います。はい、それでは今週は以上です。